自動車業界の気になるニュースを管理人目線でピックアップ、ワンソクニュースをお伝えします。記事はすべて日刊自動車新聞さんの電子版から、許可を得て引用しています。今回気になった記事はこちら。まずは12月10日の記事ですね。これに触れないわけにはいかないかなということで、2022年から23年、日本カーオブザイヤー大賞はサクラ EK クロス EV 軽自動車初の受賞という記事ですね。日本カーオブザイヤー実行委員会は2022から23日本カーオブザイヤーに日産自動車サクラ及び三菱自動車 EK クロス EV を選んだと発表したと。大賞に軽自動車が選ばれるのは初めて。購入しやすい価格で日本での電気自動車 EV 普及の可能性を高めた点が評価されたということで、それぞれのね、それ以外の部門賞の受賞車種は次の通りということで、インポートカーオブザイヤーがヒョンデアイオニック5、デザインカーオブザイヤーが BMW iX、 テクノロジーカーオブザイヤーが日産エクストレイル、パフォーマンスカーオブザイヤーがホンダのシビック EHEV とタイプ R、軽カーオブザイヤーが日産サクラ、三菱自動車の EK クロス EV という記事でした。そしてね、こちらが日本カーオブザイヤーのサイトですけども、で選考結果が出ていますが、こちらが、まあカーオブザイヤーが、日産サクラと EK クロス EV ということでございました。で得点表こちら出ていますけれども、1位が、サクラ、399点で、2位がホンダのシビックとタイプ R が320点ということで、まあ70点近く差が開いていると。で3位が、まあ、何の賞も取れませんでしたけれども、クラウンが236点で3位になっています。そして4位がマツダの CX60 イースカイアクティブ D ですね。こちらが141点とで、5位が日産エクストレイル、これまあテクノロジーカーオブザイヤーっていうのを取ってましたね。でインポートカーオブザイヤーのヒョンデアイオニック5が6位になっています。で7位が日産フェアレディ Z、 8位がルノーアルカナと、で9位が BMW iX、 10位がランドローバーのレンジローバー、新型レンジローバーですね。11位がアルトという、結果となっております。皆さんは今年のカーオブザイヤーどうですかね、納得ですかね、それともいやいやこれはおかしいだろうみたいなのご意見ありましたら、ぜひコメントいただければと思います。そしてね、毎年はやっているね、ワンソクアワードというワンソクチューブが選ぶ、まあ、カーオブザイヤーというのは年末30日の夜にライブで配信したいと思いますので、そちらもね楽しみにしていただければと思いますが、それ以外にも実はもう一個ね、カーオブザイヤー YouTuber が選ぶカーオブザイヤーとカーチューバーが選ぶカーオブザイヤーという企画もね、実はちょっと考えておりまして、それはねちょっと実現するかどうかというところなんですが、それもねちょっと、期待していただければと思います。皆さんが考える、カーオブザイヤー今年のイヤーカーは何だったでしょうか、ぜひ教えてください。続いての記事ですが、2022年12月9日の記事、ホンダ中国生産の上級ミニバンを輸入、2023年中に発売とあります。中国からの輸入は国内メーカー初という記事です。ちょっとこれはね気になったなということで紹介させていただきます。ホンダは中国で生産する上級ミニバンを輸入し、来年中に日本で発売すると、いうことでこれ発表されていますね。埼玉製作所狭山工場の完成車生産終了に伴い、現行オデッセイの国内販売を近くに正式に終える見通しだが、販売店や顧客からは上級ミニバンを求める声があったと。でこのため、中国生産車を輸入してラインナップを保つということだそうです。日本の自動車メーカーが中国生産車を輸入するのは初めてと。で中国の合弁会社で、オデッセイやエリシオンとして、生産販売している上級ミニバンを輸入すると、国連による車両等、形式認定相互承認協定の非加盟国である中国での生産車を輸入する場合、型式の取得に手間がかかるため、ホンダは年間5000台以下の輸入車向け、特例措置、PHP というのがあるそうです。それを活用する見通しということです。ホンダは昨年12月末にオデッセイの生産を終了したと。年間で約2万台、21年実績と一定の需要があったが、小型車の生産拠点として立ち上げた寄居工場で生産するにはラインの回収に多額のコストがかかるため、国内の他拠点で生産することを見送ったと。一方、狭山工場の完成車生産終了により、オデッセイと同時にレジェンドなどの生産も打ち切った。
ホンダの国内向けラインナップは上級車種が手薄になっており、中国の工場を活用し、国内ラインナップを補完することにしたという記事です。いや、なんともなんかちょっとあまり面白い話ではないですけども、まあ、ホンダもね、なんとか本来だったら国内回帰してほしいところですけど、やっぱロシアのね、ウクライナの戦争とかのね絡みもあって、海外生産するリスクっていうのが高まってるっていう流れの中で、まあ、こういう流れになってしまうっていうのはね、なかなかちょっと難しいところもあると思うんですけれども、皆さんどう思われるでしょうか。コメントぜひいただければと思います。そして今月もやっていきましょう。ちょっと遅くなってしまいましたが、12月7日の記事ですね。2022年11月の新車販売ランキング、 NBOX が3ヶ月連続トップ。新型効果でシエンタムーブキャンバス担当が好調という記事ですね。2022年11月の社名別新車販売台数は、登録車と軽自動車を合わせた総合ランキングでホンダ NBOX が3ヶ月連続で首位を獲得したと。2位のダイハツ担当、3位のトヨタヤリスとトップ3の顔ぶれは前月と変わらず、上位10車種中7車種が前年実績を上回ったと。これは明るいニュースですね。トヨタのシエンタとダイハツムーブキャンバスの全面改良、担当の一部改良の効果が販売台数を押し上げていると。でちょっと飛ばしまして、登録者ランキングではヤリスが7ヶ月連続の1位で、 SUV ヤリスクロスは5489台だったということです。12,944台中5489台がヤリスクロスということで、まあ、半分まではいかないぐらいがヤリスクロスということで、通常のヤリスとか GR ヤリスが含まれてのこの数字なんで、まあ、4割型がヤリスクロスと思っていただければと思います。日産ノートが2ヶ月ぶりに2位に入り、前月2位のシエンタは4位に順位を下げたと。Kランキングでは3位のダイハツムーブは、ムーブキャンバスがシリーズの販売を牽引していると。Kー電気自動車 EV は日産サクラが3497台、前月比 86% 増。三菱 EK クロス EV が310台同 35.4% 減。三菱 E キャブミーブが272台 9.2% 増だったと。1月から11月の社名別累計販売台数は、1位が NBOX で前年同月比 5.7% 増の185,437台、2位がヤリスで同 19.7% 減の157,365台と、両社の差は約28,000台となっていると。ホンダは11月上旬に新車生産を通常稼働に戻しており、歴年で NBOX が2年ぶり首位の座を獲得しそうだという記事でございました。でこちらが11月の新車販売台数、総合のランキングですが、1位が NBOX、 2位がタント、3位が普通車でヤリスで、4位がノート、5位がムーブ、6位がスペーシア、そして7位がカローラ。これでも 25% 減ですね。でもこれは多分マイナーチェンジが入ったタイミングでちょっと一回へこんでるのかもしれないです。でシエンタが 167% 増で8位となっていると。でアクア、ルーミーと続いているという記事でございました。ではですね、それ以下の、順位を見ていきましょう。11月の社名別、販売台数、まずは、普通車ですね。まあヤリスが1位、ノート、この辺は、前年同月比を上回っていると。でカローラは、1万台を超えていますがマイナス 25% と。でシエンタはフルモデルチェンジの効果もあって、1万台オーバーの 167% 増で、アクアも、まあ、21% 増ということで昨年よりは伸びている。ルミは、若干減っているということですが、ここまで6位まで2位以外は全部、トヨタが占めているということですね。で7位にホンダのベゼルが入りましたね。ホンダの中では1位ということで、フィットよりもベゼルのが売れている、納車が進んできたということですかね。でライズよりベゼルが売れてるんですね。そして9位にフィット、まあ、結構頑張ってきてる方だと思います。マイナーチェンジも入りましたしね、商品力上がってますんで、改めてフィットね検討するというのもいいと思います。で10位がアルファード、まだ入るんだ、すごいな。で11位にステップワゴン、 82% 増ということで納車が進んでいるということでしょうか。そして12位にフリード、これもう化け物ですよね。モデル末期も末期だと思うんですが、昨年対比でも 0.1% 増ということで、まだ減ってないということで売れ続けているモデルですね。そしてノアがここに入りました。でボクシーが次に入っていると、まあ台数的には
100台ちょっと違いますけど、まあ、ボクシーの方がマイナス 26% ということで、フルモデルチェンジ前はボクシーの方が売れてたということですよね。フルモデルチェンジでノアの方が売れるようになってるということです。でソリオ、これ頑張ってますね。そして16位にセレナ入ってますが、これフルモデルチェンジ前の数字だと思いますが、まだ作態超えしてるというふうに売れてるんですね。すごい。そしてランドクルーザー、これまあほとんどがプラドだと思いますが、まあ、化け物じみてる登録台数ですね。でプリウス、まあフルモデルチェンジ前ですが、まあね、一時期の人気はどこへやらという感じで、まあ結構あんまりちょっと下火になってますよね。でパッソ、フォレスター、ここでスバルが初めて入りましたが、フォレスターの D 型が入っている。それでも、昨年対比マイナス 39%。 ZRV、 これ多分一般のお客さんには納車が始まってませんから、これ多分ディーラーの試乗車展示車だけで2300台が登録されているということです。でインプレッサー、これ昨年対比超えてますね。フルモデルチェンジすると発表されましたが、まだね、実際に発売もされてませんし、クロスレックもまだですからね。でラブ4クラウン、起きましたね。2000台、納車されているということで、これは、G とかですかね、 2.5 リッターモデルですかね、そろそろ進んでいると。でジムニーワゴン、ロッキー、エクストレイル、おエクストレイル 205% とはいえまだ1900台しか納車されてないと。まだまだ納車進んでない上にもう受注も止まっちゃってますから、もうね、日産としてはすごい歯がゆいところだと思います。スイフト、ハリアー、ハリアーもねブレーキかかってますよね。マツダ2、デリカ D5、これも頑張ってますよね。作態 93% 超えて、どういう数字だぞこれっていう感じですけど。で CX5 400%、 多分これ昨年のビッグマイナー前で一旦受注が止まってた関係で 400% という感じになってるんじゃないかと思います。そして CX60 納車進んできましたが、まだ1400台ということで、5の方が売れてるんですね。で CX30 で、トール、シビック、シビックもカーブザイヤー2位になってましたけれども、販売の方は結構苦戦してると。いい車なんでね、ぜひ皆さん試乗してみてください。でクロス B、 マツダ3、レボーグ、一昨年のカーブザイヤー取ったレボーグ、私も超絶賛してるレボーグですが、あんまし売れてない。いや、ぜひ皆さん乗ってあげて、本当にマジいい車だから。でキックス、これもマイナーチェンジ入りましたが、まだ納車が進んでないのかな。 CX3 マーチ、ハイエースワゴン、アウトランダー 940%、 まあ前が売れてなすぎというのもありますが、822台、最近結構街で見かけますけどね。これもね、私も乗ってますが超満足してるいい車。でリーフ、レガシー、これもアウトバックですね。アウトバックも678台、いやいい車なんでね、これ納期もレボーグもアウトバックも早いんで、 SUV 各社軒並み納車されてませんけど、アウトバックとかを改めてね検討してみるっていうのもねおすすめですね。で CHRNX350H、 新型がようやく進んできてる。で86シャトルとなっています。続いて軽自動車の、ランキングですが、 NBOX、 タント、ムーブ、これムーブキャンバス含むですね。でスペーシア、ワゴン R、 この辺全部ロキナミね、スペーシア以外は作態超えですから。ハスラーなんか 40% 増ですからね。ミラー、アルトね、フルモデルチェンジしたけど、ちょっと私あんまり全くスルーしてますね。ルークス、タフト、 N ワゴン、サクラ、これね昨年はありませんでしたから、まあ、今月は3497台ということで、先月よりはちょっと減ってるかなとは思いますけれども、まあ好調と。でジムニー、デイズ、 EK と続いていくということでした。いや今月も、ランキングをお届けしましたけれども、皆さんの気になっている車入っていたでしょうか。またね来月も新車販売ランキングをお届けしますので、お楽しみに。他にもね、日刊自動車新聞さんの電子版には気になる自動車業界のニュースがラインナップされてますので、気になる人はチェックしてみてください。下の概要欄からね、日刊自動車新聞電子版のリンク貼っておきますんでね。来月もまた管理人目線で気になる自動車業界のニュースをピックアップしますので、自動車業界のトレンドも分かりますんでね、ぜひチャンネル登録、ベルのマークをオンにしておいていただけると見逃しもありませんからね。それでは次回のワンソクチューブもお楽しみに。